さすがにあいつを一人では行かせられねえからな。社内は窮屈かもしれねえが許せよ。出発するか。そういやシドとシドニーが船の修理でカイムに来てるそうだ。それはありがたいな。ああジャレットの手配だってよ。そっか、さすがだね。イリスと合流する。ん？じゃあ今回もファイナルファンタジー15チャプター06から続きやっていきます。ジャレットがね帝国に殺されてしまって、イリスとタルコットも多分一緒に危険だから連れてく。そして多分船がどうたらこうたらってことは、船を渡船場にシドとシドニーが船を直しに来てるから、これでスイとオルティシア、オルティシアだっけ、オルティシアかなに行ける。まずはいたいた。満タンにしといたよ。悪いな。タルコットはどうすんだろう。そろそろ行く。じゃあ行こう。さあ出発だね。よし出るか。了解。結構ボロボロだな車。5人乗り。カイムの岬へ向かう。ん？カイムってことはガーディナじゃない。カイムってどこだっけ。レガリア見てるとオートを思い出すな。ああ、形がオートっぽいよね。すごいよね、兄さんいるのに5人乗れるし。ね、外の車って乗った？狭いんだよ。うん、乗ってない。荷物積んだら人が乗れないの。だから送ってもらってるんだけど。先発隊はそろそろ帰るか。ああ、ついている頃だろうな。ああ、車がボロッボロだ。あ、あれ見て、あれね、有名なラバティオ火山のはず。はず？そういうの詳しいの？ジャレットから教わってたんだ。あの山なら登りに行ったな。星もあったし、山頂に。イグニス、運転ありがとう。いや。他の人は運転できないの？できるよ。俺もできる。運転ができる奴はいるが、確実に任せられんのは一人だけだ。なんで？やばいの？やばかねえよな。うん、でもこういう時はお兄さん絶対確実な方を取るんだよね。休憩しなくていいか。平気。真ん中疲れるでしょ。プロンプトと変わっていいぞ。ううん、大丈夫、快適だよ。疲れたら言ってくれ。後ろに座らせろ。俺も晴れてきた。見てよあれ、飛行機士また来やがったか。一旦止めよう。ノクト、大丈夫だ、心配するな。またあれだ、ボラレ基地。すごい飛び方してるな。ここはオールドレスター拠点。行くつもりか、ノクト。ジャレットの仇を取りたい。タルコットのためにもね。イリス、お前はここで待ってろ。うん。そっか、先に。ノクト、少し敵の情報を整理したい。一度あの基地の近くで作戦を練ろう。
さあ今回もそうしましょう。またあの窓兵強化される、なんだっけな、あれも張ってるし。あ、レシピ習得した。ここね、車置いてくか。チョコボさんかも。近くまで行こう。こんなとこにもいんのか。とことん占領する気ってこと？そこまでの軍勢には見えねえ。補給地点にするつもりだろう。叩いてそうはない。一応こういう拠点はこのワールドマップ見る限り各地にあるんだけど、まだこれ2つ目でまだまだあったはずだから、これからも叩きに行くんでしょうね。ウリ、前に来たやつと同じ？外観は同じだが。一度潰してんだ、前より警戒してんだろうよ。望むところだ。イリスってガンガン戦えるわけじゃないよね。そりゃな。ま、早く終わらせて戻ろうぜ。さあここだ。音楽はチョコボ音楽ですごいのどかだけど、うん、入れないぞ。いや入れるぞ。ここ開いてるし、ゲートが閉まってる意味がない。両サイド開いてるし。んー、なんか立ってるな。帝国兵かあれ。帝国兵だけど気づいてないな。はい、あ、もう一人いた。これは正面入り口じゃない。おや、あ、まだいる。お、アーマーモール。よし、あ、全然強くない。全然強くない。 OK。まずあの監視塔に登って偵察だ。おっと、全員シフトで片付けちゃってサクサクっと。あ、もう一人いる。OK。随分上機嫌だな。時々空気を読まない発言がね、結構起こるんだけど、特にプロンプト。これから敵討ちに行くというのにさ、てかでっかいな、あれさっきの船でしょ。で、次の作戦は？帝国軍の巡哨を捉えよう。魔導兵だけではキリがない。情報を得るためにも人間を相手にすべきだ。今回は二手に分かれる。プロンプトとグラディオは敵の陽動を頼む。了解、そういうのだったら任せて。ノクト、準備はいいか？お、イグニスと攻略、心強い。開始。帝国兵捕獲作戦開始。ジャレットの仇を取るためノクティスたちはバラレ基地へ潜入する。まったく、これだから傭兵上がりは。連絡はまだつかないと困りましたね。人のせいで皇帝の評価が下がるのは。奴を捕らえよう。尾行するぞ。オッケー。捕らえ方は俺が指示する。奴に気づかれるな。一定距離を保つね。もうそこに入る前にさ、両サイドの帝国兵倒してスタコラさっさしちゃえばいいんじゃない？と思ったらまだいた。
ゲート開けて入んないのか。何をしているのかと。先を急ぐぞ。先回りすんのね。お、いるいるいる。こいつ一人か。はい。お、入ってる入ってる。最初もどういうつもりなんだか。アラネア順将に私を監視でもさせてるのか。もうちょっとね、奥に進ませよう。あ、あんなとこに帝国兵がいるけど、あっちにもいるけど、これは倒したらまずいな、バレるな。シフトキル。暗いからね、どの程度自分が敵に見つかるレベルに当たるのか分かんないんだよな。そんな簡単にバレないと思うんだけど。おい、何者だ。無駄な戦闘は控えろ。逃げるのが最優先だ。いやー、完璧なフラグだったな今のは。一体矢先に見つかったもん。うん、あの敵の付近にいる敵以外は積極的に倒すべし。いや、最初もどういうつもりなんだか。アラネア順将に私を監視でもさせてるのか。ちょっとね、進み方を変えてみるか。カリムって人ね、この人をね、捕らえるのが目的なんだけど、ちゃんとね、シフトキルって出てる時に倒さないと、ステルスキルになんないから注意で、パッとやって、で、あなたも、だ。彼に言わせれば、人間的に信頼できると。魔法で何を推進しておいてよく。よし、このルートが正しい。よし。お、近い近い。レスタルムでは気が流行ってついどこぞの執事を手にかけてしまいましたが、あの傭兵上がりに先を越される前にこのカリゴが王子を見つけ出さねばね。すぐ近くにいるよ。さーて、どう進んでいく。あっちにシフトで行くか。あそこの二人は無視でいいな。もうちょっと先に進んで前方にシフトしよう。そういえばイグニスどこ行った。もう一度アラネア順将に連絡を取りましょうか。君たちはここで待機。もし順将が来たら奥へ通して。よし、お一人様になったね。チャンス。このまんまどこまで進む。イグニスはどっから見てるんだここ。歩くの遅いな。今だノクト、背後から近づいて奴を捕らえろ。今か。言っておくが殺すなよ。分かってる。
これ殺すことになんないね。大丈夫だね。あ、違う違う違う。はい、イグニスそこにいたのか。よくやった。この調子で行こう。あ、爆発。作戦開始の合図だ。ドクト、2人と合流しろ。俺はカリドを移送する。そんで拷問タイムとかあんのかな。よし、派手にやるわ。さあ、敵を引き寄せてたから、あの2人が倒しちゃおう。どんどんシフトじゃ。ほら、今のノクトにはもうね、アーマーもおほいのほいで。あとは向こうどうやって行く。そこか。これをね、破壊しちゃおう。いたいたいた。よし、まず奥のやつ破壊しちゃおう。エネルギー装置を。破壊 OK。 よし、剣変えて、ファントムソード、と爆発。さあ、ゲージが溜まるから、いけ。もう一丁。硬いな。敵もだいぶ弱ってきてるぜ。結構硬い。よし、避難。まだいるか。これ、ね、ところどころに敵が隠れていない。大丈夫。そっちの作戦は成功したようだな。あの帝国軍のおっさんはメルダ省の人間に引き渡したんだが、逃げられてしまったらしい。え、じゃあもう一回くらい会うかもな。せっかく捕まえたのに。お、さあ、とりあえずここで制圧は OK と思ったら、帝国の人、アラネアっていう竜騎士だ。相手は女性でも容赦しないよ、ファントムソードで。破れた。とんでもない空中戦闘。グラディオ、全然届いてないな。シフト、ノクト以外仲間がついてこれないな。ガード、え、体力がちょっと危ない。で、なんでこんなとこに。帝国軍倒して、もうちょいでしょ。よし、
うん、消えた。残念、時間過ぎちゃった。はあ？勤務時間もう終業。悪いけど帰るから。この後やったって一ギルにもなんないし。次また遊びましょう、可愛い王子様。何だったんだあいつ。ものすごく真面目そうな敵に見えてたんだけど。イリス無事かな。あそこなら大丈夫だろう。さっさと合流しようぜ。そんなことはなかった。おかえり。やっつけたんだよね。まあな、心配はいらねえよ。後でみんなの部屋寄ってもいいかな。さあとりあえずホテルでお休み。あっさり敵捕まえたのにあっさり逃げられちゃうし、敵の将軍は将軍部下は出てくるし、特に成果は上げられなかったけど。写真、これ私の写真だね。いい感じでしょ。うん、これは将来はプロカメラマンになれるかもね。さすがにそこまでは無理だよ。え、本当に。こっちはもう10枚ぐらい保存してもいいぐらいだけど、この辺も保存しとこう。いい朝だな。ああ。改めてカイムの岬に向かう。それじゃあ基地制圧はひとまずできたところで今回ここまでにしよう。改めて岬に向かって船直してくれてるかもしんないから、それに乗ってスイートオルティシエに向かうとな感じで、じゃあ今回はこんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。